皆さんこんにちは、メイクアップアーティストのアリサです。今回はキャンメイク10月発売の新作と新色のコスメのレビューと、そして実際につけてこのようなメイクをしました。よかったら最後までお付き合いお願いします。それでは始めていきます。スタート。最初にレビューしていくのはこちら、10月10日発売の新色マシュマロフィニッシュファンデーションです。保湿力の高いパウダーを配合し、乾燥やかさつき、粉っぽさを防ぎます。オイルコントロール効果のパウダーを配合しているので、テカリやベタつきを抑えます。粉質がとっても細かいです。結構ね、黄色みが強いカラーだなーっていう印象です。私の肌は黄色みが強いのですごく合いそうです。付属のスポンジはこんな感じで柔らかいです。これが商品名になったんじゃないのっていう感じぐらいマシュマロみたいです。あんって食べれそう。この柔らかさがどうやら秘訣みたいで、お肌のカーブに密着してムラなく塗れるそうです。それでは初めて塗っていきます。おお、めちゃくちゃいいかもしれない。ファンデーションのキメがとっても細かいです。今日スキンケアをめっちゃしっかりしたので、ベタついてるところはムラになりやすいです。ティッシュオフしてベタつきを取ってから重ねるといいと思います。薄付きなんだけど毛穴はカバーできる、そんな仕上がりです。で、重ね塗りをすれば、よりしっかりとカバーすることができます。薄付きだから厚さを好みに微調整でき、厚塗り感はないけど気になる欠点はカバーできます。マットな質感でお人形のような陶器肌に仕上がります。マシュマロフィニッシュファンデーションの名の通り、表面がすごいね、サラサラっとした感じに仕上がります。毛穴の凹凸が滑らかな方であればすっごく綺麗に仕上がります。ただ私はちょっと毛穴のね、凹凸が気になるお年頃なので、毛穴の凹凸を滑らかにする部分下地と併用して使いたいと思います。続いて10月10日に発売されたこちらです。ミックスアイブロウの新色7番のミスティーモーブブラウンです。わずかに紫系の色味を感じさせるモーブ系のおしゃれなブラウンです。3色のパウダーでノーズシャドウから眉毛メイクまで仕上げることができます。このブラシとこの3色のカラーのおかげで、テクニックなしにふんわりとした美眉に仕上がります。はい、こちらのシリーズはすごく好きです。今回の新色はイエベの私でも浮きにくいのですが、どちらかといえばブルベの方の方が合いやすいカラーです。続いて10月1日に発売されたこちら、パーフェクトスタイリストアイズの21番です。ストロベリーミルクモカはピンク味のあるくすみ系のブラウンカラーです。可愛くなりすぎなくて大人っぽいピンクです。それでは重ねていきます。スクワラン配合のしっとりとしたパウダーです。粒子が細かく滑らかで粉飛びせずにピタッと密着します。まるでデパコスです。右回りは大人の落ち着いた印象、左回りは華やかな印象に仕上がります。このように2パターン楽しむことができます。さらにこちらのラメがすごく上品で可愛いです。まぶた全体に重ねても可愛いですし、涙袋に重ねるのが好みです。パールの質感のパレットでラメが別だからオンオフ使い分けができます。私はイエローベースなので、このカラーをね、使用すると若干浮くかなと思います。こちらの右回りの方がしっくりときます。で、先ほどのモーブカラーの眉毛との相性もとってもいいですね。続いて10月10日に発売されたキャンメイクのクリーミータッチライナー4番、繰り出しタイプのジェルアイライナーペンシルです。今回の新色のカラーはガーネットバーガンディで、やや紫みの入った赤で、紫みが入っているので大人っぽく仕上がります。ペンシルタイプだからまつげとまつげの間が埋めやすいです。滑らかにアイラインを引くことができました。乾く前にチップや綿棒などでぼかせば、アイシャドウの締め色としても楽しめます。先ほどのアイシャドウと合わせるとこのように仕上がります。続いて10月10日に発売される新色、ボリュームとカールがキープできるマスカラで、さらにフィルムタイプのマスカラでお湯で簡単にオフができます。目元が優しげに見えるブラウンです。ビューラーで上げたまつげに重ねていきます。どれぐらいボリュームが出るのか、カールが持続するのか楽しみです。
ボリューム&カールマスカラということだったんですが、ボリュームの方は出たんですが、カールのキープ力の方はちょっとイマイチでした。ダマにはならなかったんですが、結構ね、隣と隣がくっつきやすいので綺麗な仕上がりにはならなかったです。極太マスカラを使用する際は下地と併用したいなと思いました。続いて10月1日に発売されたキャンメイクのクリームチークです。新色の17番キャラメルラテと限定色18番のエレガントローズ。17番のこのカラーめっちゃ好き。お肌にのせてなじませるとベタつきがなくてサラサラに伸びます。内側から湧き出たような血色感を仕込むことができます。一応パウダーファンデーションの上からでも使用できたんですが、やはり何度も触ってしまうとちょっと剥がれてしまったので、リキッドファンデーションの後にこちらのチークを重ねて最後フェイスパウダーで仕上げたいなと思いました。新色のキャメルはオレンジとかカーキのアイシャドウに合わせて使用したいです。限定色のエレガントローズは華やかなメイクももちろんですが、可愛らしいメイクにも合わせたい、そんなチークのカラーです。続いて10月1日に発売されたステイインオンバームルージュの新色16番と17番です。アールグレーリーフは深みのあるブラウンで、メローブロッサムはまろやかなくすみピンクベージュです。リップクリーム不要でスルスルと滑らかに塗れるスティック状のリップカラーです。透け感のある色付きリップに近い仕上がりです。最後は10月1日発売の新色、こちらメルティールージュです。上品なデザインで可愛いので持ち歩きたくなります。先ほどのステインオンバームよりもよりとろけるような滑らかなテクスチャーです。キャラメルテラコッタは垢抜けたおしゃれな口元に仕上がります。ストロベリーモカはブラウンレッドで色っぽく大人の口元に仕上がります。以上がキャンメイクのレビューでした。では今からメイクをオフしてフルメイクをしていきます。実際に私がメイクで使用するならこんな感じに使用するよとか、使い方も一緒にご説明させていただきます。それでは始めていきます。スタート。それでは発売されたコスメを実際にお顔につけてフルメイクをしながら使い方もご一緒に説明させていただきます。しっかりとスキンケアを行って保湿された状態です。ベタつきを抑えるためにティッシュオフを行います。ベタつきがあるとパウダーファンデーションってムラになりやすいんですよ。そのため下地を全部塗り終えたら、乾いたスポンジを使用して余分な油分を吸い取ります。このひと手間でまたベタつきがなくなるのでファンデーションのノリが良くなります。マシュマロフィニッシュファンデーションは結構毛穴の凹凸が目立ってしまったので部分用下地を併用します。本当はスキンケアのすぐ後がおすすめです。こんな感じで毛穴が気になるところだけくるくるくるっと重ねます。プチプラのファンデーションはやはりね、若い子に向けたアイテムが多いなっていう印象で、若い子はお肌が綺麗で毛穴もほとんどないじゃないですか。そのためナチュラルな薄付きなものが多かったり、毛穴をフラットに整えれないものが多いなっていう印象です。はい、ではパウダータイプを使用するので先にコンシーラーでトラブルをカバー行います。それではファンデーションを重ねていきます。指を3本添えて優しく取ります。スポンジとファンデーションをなじませます。中心から外側に向かって塗り広げます。そして目の下三角ゾーンっていうのは毛穴だったりシミやそばかすなどしっかりカバーしたいので三角ゾーンだけ広げます。今度はフェイスラインを覗いたところまで塗り広げます。そして崩れやすい口周りは残ったファンデーション。最後フェイスラインをなじませる程度に伸ばします。フェイスラインにしっかりのせてしまうと首とフェイスラインの境目がパキッと出てしまって塗り増した状態になります。あと白浮きの原因にもつながるのでフェイスラインはなじませる程度で大丈夫です。もう一度取ります。先ほどと同じ容量で伸ばしてもらって余ったファンデーションで鼻周り、もう一度ファンデーションを取りおでこは放射線状に広げます。
余ったファンデーションで目の周り。最後、生え際です。気になるところはもう一度ファンデーションを取って重ね塗りをするとカバー力が高まります。フェイスパウダーとパウダーファンデーションの中間ぐらいのカバー力で結構ナチュラル気味です。だけど毛穴の黒ずみなど毛穴のトラブルはカバーできています。パウダータイプのファンデーションだからハイライトはパウダータイプがおすすめです。 T ゾーンと目の下三角ゾーンにふんわりと重ねました。新しいのが2色あります。こっちのねカラー使いたいんですが、新色のアイシャドウと合わせたいのでこちら18番のローズ系のカラーを使用していきます。クリームチークはリキッドファンデーションと相性がいいんですが、パウダーファンデーションの上から重ねる場合は指で重ねると結構ファンデーションが剥げやすいんですよ。だから乾いたスポンジを使うのがおすすめです。スポンジで取ったら手の甲でなじませ発色を確認して、あ、いい感じの発色になったなと思ったら重ねていきます。中心からこう丸がどんどん大きくなるように描きながら重ねていくと、こう中心からじゅわっと湧き出たような頬に仕上がります。とっても可愛らしいカラーです。それではパーフェクトスタイリストアイズの21番使用していきます。こちらのホワイトをまぶた全体に重ねて次に使うアイシャドウの発色を良くしていきます。私はこちらのピンクをまぶた全体に重ねてしまうと結構くすんでしまったので目尻だけに重ねます。目尻3分の1に入れます。こちらのくすみカラーを目頭から3分の2まで重ねます。くすみカラーとピンクのカラーが交わるところにジュエルトッピングを重ねて境目をぼかします。そしてそのまま目尻側に伸ばします。アクセントカラーを二重幅を目安に入れました。そして目の下はこちらとこちらを混ぜます。目尻3分の1に入れ垂れ目風な優しい目元にします。目の下キラキラにするのが好みなのでこちらとこちらを混ぜます。ジュエルトッピングのラメで少しキラキラして可愛く仕上がります。このように大人可愛い目元に仕上がります。組み合わせ次第でいろんなメイクが楽しめます。インラインはリキッドアイライナーを使用します。クリーミータッチライナーを目尻側に入れていきます。太く入れても派手になりすぎないカラーです。赤を仕込むことで女性らしい目元に仕上がります。まつげを根元からしっかりと上げます。奥ぶたマスカラ、残念なことにカールロック力が甘かったのでマスカラ下地を使用してまつげをカールロックします。では乾いたのでこちら極太マスカラを使用します。ブラウンで優しい目元に仕上がるのでこのアイシャドウ、アイライナーと相性がとてもいいです。ブラシを立てて黒目の中心だけ重ね塗りをして太さを出すと黒目がちな目元に仕上がります。下まつげも重ねパッチリな目元に仕上げます。それではミックスアイブロウ7番の新色を使用していきます。ノーズシャドウカラーをこの影ができているところにノーズシャドウを入れます。なぜ私がこのノーズシャドウを先に入れたかというとノーズシャドウの延長線上に眉頭が始まるとすごく綺麗に仕上がるから、そのガイドラインにもなるためノーズシャドウを先に入れました。淡いカラーを取ります。ノーズシャドウの延長線上に眉頭を描いていきます。中間はこちらの2色を混ぜます。眉頭から眉山まではこのブラシを使ってふんわり発色に仕上げます。眉尻からはこちらのチップを使用します。濃いカラーを眉山から眉尻に重ねます。誰でも簡単にふわ眉が描けます。それでは眉マスカラを重ねていきます。今回4色出ていましたが4番のテラコッタカラーとかめっちゃ気に入ったんですがこのメイクには今日合わなさそうなのでステインオンバームの17番、メルティルミナスルージュの5番、こっちかこっちを使いたいです。せっかくなので2色塗り比べてみましょうか。ステインオンバームルージュの17番はアイシャドウともとっても相性が良く可愛らしく仕上げたい時に使用したいです。甘すぎず大人っぽく仕上げたいときはメルティルミナスルージュの5番ストロベリーモカがおすすめです。発色もそうなんですが色味もブラウンが入っているので落ち着いた大人の口元に仕上がります。
10月のキャンメイクの新作コスメを使用してメイクをしたら、なんとプチプラに見えない上品な大人のメイクに仕上がりました。コスメの組み合わせ次第で若い世代の方はもちろんですが、アラサー以降の方にぜひ使っていただきたいコスメでした。何かあなたのコスメ選びの参考になれば嬉しく思います。最後までご視聴ありがとうございました。高評価ボタンとチャンネル登録、そしてインスタ、ツイッターもやっています。よかったらそちらのフォローもお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。